はい、おはようございます。今日は暑いですけど、なんかのどかな感じに、いい天気で風もなくって感じです。こんな天気だけだったらいいんですけどね。雨降ったらわさわさ生えてきましたね、雑草。昨日はですね、ここの穴掘りと、まあ、石拾いとかしてみたんですけどね、なんでこんなでっかい岩が入ってんですかね。腰砕けますね。ここはちょっと半日陰なんでね、そんな野菜を植えていけたらと思います。山からの水が流れてこないようにしないと、またぬかるんじゃいそうですね。今日はここをがっつり掘っていきたいと思います。それでは、じゃがいもも順調に育ってきてます。みんな出てきてるかな。
はい、今日の作業は終わりです。いやー、穴掘り進まないですね。じゃがいもはですね、結構芽が大きくなってるのがあったんで、マルチに穴を開けて顔を出させてみました。いい感じで育ってきてますね。ただ最低気温が、何度ですかね、8度くらい、低い時6度くらいなんで、山ん中だと霜を降りる可能性があるので、そこら辺がどうなんでしょうかね。早く植えたいですけどね。ということで、明日は雨の予定です。晴れたら頑張ります。それでは。